アブナズは株式会社アブナズによって開発されたファームウェアレスの IoT システムである。本校ではアブナズ公式デバイスであるアブナズボードについても合わせて記述する。コンセプトはメイクエブリシングオンラインである。アブナズは ON、オフやユアと通信などの Io 制御をクラウドの API 経由で行えるシステムである。ファームウェアをクラウド上に集約し、 IoT デバイス側のファームウェアを排した点が特徴である。アブナズスと呼ばれるソフトウェアをデバイスにインストールすることでアブナズが利用可能になる。アブナズ OS は1アカウントあたり1デバイスまで無料で利用できるため導入の敷居が低い。アブナズスがインストール済みのアブナズ公式デバイスも発売されている。アブナズボードを持っていなくても 前述の一イセンス付与されることから口述するアル i n の IDE を用いた開発が可能である。通常、IoT 開発においては、個々の IoT デバイスごとにファームウェア開発が必要だが、危なずでは、これが不要である。クラウドにある一つのプログラムで、ネットワーク上のすべてのデバイスを制御できる。IoT デバイスにつながれているセンサーの種類、 コマンドやバージョンなどハードウェアに依存する違いは、クラウド側のソフトウェアで吸収可能である。すなわち、クラウド側で、プログラムの変更、修正を行えば、つながっているデバイスは、瞬時に新しい動きをする。これによって、ファームウェアの開発コストが不要となるのはもちろん、システムの保守管理コストも大きく削減できる。アブナズボードは、アブナズスを搭載した。 IoT 開発用シングルボードコンピュータである。昨今、ステム教育の一環として、アルディーノや、BBC ミクロ、ビット、イシャコハム、ラズベリーパイ、M5 スタック等、様々なチーク玩具があるが、危なずボードもその範疇に分類されるもので手軽に、プログラミングできる環境が用意されていて単なる、教材の範疇にとどまらず、スマートフォーム化やラジコン、 ロボットなどと実用的な製品を作成することも可能である。前述したアルディーノやラズベリーパイ、M モスタックは IoT 機器で利用される代表格であるが C 言語や電子回路、Linux 等の知識を必要とするため電子工作初心者には参入障壁が高いという理由が危なず開発の経緯である。セットアップの容易さから 初心者だけではでなく IoT の上級者までにも利用されている。アブナズはオブジェクトニゼの造語であり、現実世界のものをオブジェクト化する意味で命名された。アブナズボードの最大の特徴は容易なセットアップである。上記で述べた他のマイクロコンピューターは環境設定に多くの時間を費やすが、アブナズボードは Wi-Fi のみの設定で直ちに利用できる。PC または、スマートフォンのブラウザから、危なずクラウドを通じて、同じラン内にある危なずボードを制御できる。また、IoT 機器では必須となるセンサーやモーターなど、パーツライブラリーのセットアップから実行までも数行のコードで実行可能である。公式サイトには、様々なパーツライブラリーを用いたドキュメントが豊富で、あり、初心者であっても、容易に IoT を体験できる。 JavaScript アブナズに LED をつなぎ点灯させるコード。バリエーションレッドイコールアブナズ。ワイヤードイオレイイズコネクテッドツーアノードイオイチイズカソード。レッドオン。アブナズ BLE Wi-Fi Gateway は Bluetooth 搭載機器を搭載しているサンサーからデータを受信しアブナズクラウドにデータを送信するハードウェア機器である。 従来の Bluetooth 搭載機器を搭載している IoT 機器はインターネット等にデータを送信する際にはそれぞれの機器一つ一つに適用した組み込みプログラムやゲートウェイを使わなければいけなかった。一方、a b ナ n a BLE Wi-Fi ゲートウェイを利用した場合はラン内に一つ利用するだけでワン側の回線を一つにまとめることができる。a b ナ n a BLE Wi-Fi ゲートウェイの最大の特徴は、電源を差しな内で、Wi-Fi 設定を行うだけで、ゲートウェイを利用できる点である。通常のゲートウェイを前述したように、Bluetooth 搭載機器の一つずつのゲートウェイに対して、ファームウェアを書き込む必要はない。ファームウェアの更新の際にも、危なずクラウドを通して行うことで、物理的な書き込み等のコスト削減にもなる。また、 ラン内に新しく何か機器を追加した場合でも簡単に追加、利用できる。アブナズ BLE、Wi-Fi ゲートウェイが受信したデータは、アブナズクラウドにデータが転送され、さらにそこから用途にあったソフトウェア開発を Node.js を使った API で利用できる。SDK を使えば JavaScript から利用が可能で、アブナズにつないだ部品を HTML の中でプログラム上のオブジェクトとして扱えるようになる。HTML 内のスクリプトタグで a b n a j s を読み込むことで JavaScript SDK を利用できる。a b n a につながれた電子部品も SDK も用いることで JavaScript のオブジェクトとして操作ができる。a b n a クラウド上でも前述した JavaScript やブロックプログラムが実行可能である。 この場合、エンドユーザーの利用端末で、プログラムエディターを保存するのではなく、危なずクラウド上にて保存、更新、削除等ができる。ブロックプログラミングでは、プログラム初心者でも利用しやすく、視覚的にも、論理的にも分かりやすく設計、開発されており、初心者への IoT のハードルが低い。フロントエンドの JavaScript だけではなく、バックエンドでのノー JS や Python でも、 利用可能である。フロントエンドでの JavaScript の場合、ブラウザ使用中のみ、アブナズクラウド及び、ブナズとの連携が可能である。この場合、ブラウザを閉じた場合には、アブナズクラウドとの通信が切れ、アブナズとの通信も切れる。このような問題を解決するために、Node, JS や Python 等のバックエンドプログラムを利用する。この場合、ローカルコンピュータやサーバーを利用し、 実行状態にしておくことで、プログラムが常時稼働状態になる。例えば、人が入ってきたか否かを探知する、人感センサーを用いた場合等でのプログラムでこれは、発揮される。また、バックエンドプログラムを利用することにより、ブラウザ仕様でのカーズ制限がなくなり、他サイトとの API の連携が可能になる利点もある。アルドゥイの IDE においても、利用可能である。危なずは、 プラグイン OS 機能を持っている。a r d u i n IDE が使える機器において、Abuna's 独自の OS をそれぞれの機器にインストールすることで、簡単にそれぞれの機器を Abuna's Cloud を連携することができる。これは、それぞれの機器でエッジコンピューティングが可能となり、Abuna's Cloud との双方向な出入力が可能である。端末に C 言語を用いて組み込むことでその端末が受ける。 出力を端末で処理し、アブナズクラウドへ送信することができる。例えば、カメラで取得した画像をアブナズクラウドに送信し保存することも可能であるし、アブナズクラウドから端末へ対して何かの命令を行うこともできる。2014年11月、現在の株式会社アブナズの前身となる、株式会社キャンブリアンドバーティックス創業。当時は、 iOS アプリサーバーサイドアプリ、回路の受託開発などを行っていた。2017年3月、アブナズを立案、開発する。2017年9月、メイクフェア NY でアブナズを、公式発表。2018年、キックスターターにて、196人のパッカーにより、目標金額150万円に対して、約160万円のクラウドファンディングを達成し、 軌道に乗る。2018年5月、危なずボードを一般発売する。2018年11月、株式会社東京大学エッジキャピタルから約1億円を調達する。2018年12月、AI ロボットキット、IoT ホームキットを発売する。2019年11月、危なずボード 1Y を発売する。2020年3月、 アブナズスターターキット m ゴスティック4アブナズクラウドを発売する。2020年5月、アブナズ BLE Wi-Fi ゲートウェイを発売する。2020年7月、株式会社東京大学エッジキャピタルから約1.5億円を調達する。2020年11月、西部新金キャピタルから約3000万円を調達する。2021年1月、公式販売台数1万台。 販売者数300社を突破。2021年3月1日、以前の株式会社キャンブリアンドバーティックスから、株式会社アブナーズへ、社名が変更された。ライト関連インフラレッド関連ディスプレイ関連カメラ、関連ムービング関連サウンド関連、ギャッセンサー、センサー関連ドジック関連アクセサリー関連、ワイヤレス、関連ムーブメントセンサー関連 GPS 関連。 マグネット関連アドコンバータ関連ダガンバータ関連ソイルモイスチャーセンサー関連バイオロジカルセンサー関連テンパチャーセンサー関連ライトカラーセンサー関連グローブ規格関連 BLE 規格関連キーストディオ関連 M5 スタック関連ありがとうございます